ね、そんな飯野の森ロックガーデンですが、少し告知をいたしましょうか。近いうちにイベントなどがあれば。はい、来たる10月31日と11月1日で、日本補助犬協会チャリティーカップというのを、補助犬の育成だったり啓蒙だったりっていうのを、サポートするイベントを開催します、どんなワンちゃんでも参加できますので、ぜひ遊びに来ていただいて、はい、スポーツの秋ですから、頑張っていただいて、はい、お申し込みはホームページからですかね。参加はもう当日で大丈夫です。入場も無料となってますので。なるほど、はい、じゃあ参加資格とか条件とか事前にちゃんと確認しておいた方がいいですかね。そうですね。ね、それはどこのホームページを見れば。飯野のホームページ。はい、飯野のホームページ、あと日本補助犬協会のホームページと、に、ダップされる予定ですので。なるほど、なるほど、はい、じゃあそちら見てぜひたくさんの方にお越しいただければと思います。はい、そして江東区民祭りのお話はあ、そうでした。来週忘れちゃいけない、はい、そこでも告知させていただきますので、江東区民祭りって私知らなかったんですけど、あるんですね、そういうのがね。名物アメドックンっていうのが販売されますので、ぜひアメドックン、はい、それは高速道路でやってるアメリカンドッグを、はい、弊社でちょっと販売しているので、夢の島マリーナのブースで、はいはい、そうなんだ、スピンオフ企画ですね、はい、そうなんだ、そう、毎年出てらっしゃるんですか。あ、昨年からちょっと参加させていただいてようになりました。アイちゃんも出るのかな。アイもできます。ちょっとの時間ですけれども、はいはい、それで一緒にチラシ配りを、いいですね、はい、ぜひ皆様ご参加くださいませ。お願いします。はい、さあ最後になりましたけれども、あっという間なんですよ、はい、もう時間を、そうですね、本当私なんかもう話聞きたくておせおせになっちゃったんですけど、最後にいつも皆さんにお聞きしている3つの質問をお聞かせいただきたいと思います、はいはい、まず1つ目、はい、犬が大好きになった理由、いつからそうなりましたかという質問に対してですね、じゃあ鏡さんからまず、はい、はい、私はワンちゃんをまだ飼ってないんですけれども、この仕事というか、8年前にちょっと携わるようになって、それからちょっとワンちゃんが好きになりました。飼ってらっしゃらないけどね、いつもやっぱり可愛いワンちゃんがね、お見えになったりして、そうですね、なんか慣れてくれるワンちゃんが多くてですね、それで好きになっちゃったって感じですけどすごく好かれるんですって。そう、実は犬なんかもしれない。あ、長いよ、長いあ、じゃあママは、私は、冬にスキーに行ってた場所に、はい、アメリカ国家スパニエルがペンションにいて、そのワンちゃんが欲しくって、はい、で、まあ、飼いたいなっていうのがきっかけで、アメリカ国家スパニエルを飼ったのがきっかけですね。なるほどね。あ、じゃあママね、もう犬のベテランさんですからね、ベテランオーナーさんですもんね。さあ、そして2つ目、愛犬とのハッピーな暮らしのために心がけていることは何ですか。これはあちゃんママに聞きましょうか。そのアメリカン国家スパニエルなんですけれども、がんになってしまったんですね、その時はまだ保険っていう、犬の保険っていうのを知らなかったんですね、で、お金かかるんですよね。そうですね、子供と一緒でやっぱり、ね、一人育ててるのと同じだっていうのがすごいつくづく思いました。経済的な準備ね。そうですね。なんか可愛いから買っちゃうじゃなくって、やっぱりそういうことも考えた上で準備していかないと、自分たちだけじゃなくって、一緒に家族になったワンコが可哀想なことになるのかなって思いました。そう思いますね。さあ、そして最後ですね。はい、今後ご自身の愛犬はもちろん、愛おしい犬たちのためにやっていきたいことは何ですか。ラグミさんから。はい、先ほども申し上げた通り、やっぱりワンちゃんの家族なので、家族と一緒に旅行行ったりとか、運動会、犬に行くとかですね、一緒に楽しめる生活できるっていう環境づくりをしたいなと思ってます。いいですね。はい、アイちゃんの方は。そうですね、同じですね、やっぱり家族なので、みんながハッピーになれればいいなって思うし、お互いにこう幸せをあげたりもらったりできる関係になりたいなって思って。いいですね。またなんか飯野の森がね、そういう場所になっていくといいですね。さらにさらにね、思い出作りいっぱいしてもらって、ね、
い出作りに参りますので、はい、ぜひお待ちしてます。さあ、それでは次月のゲストさんをご紹介をいただきましょうか。はい、はい、あ、日本補助犬協会の愛の出身、はい、あのうちの愛の出身の日本補助犬協会のパク先生に、はい、パク副理事に、うん、あ、そうですね、はい、そうですね、補助犬を多分ご存知ない方もたくさんいらっしゃるので ね、 そこもたくさんの人知っていただきたいですね。そうですね、盲導犬だけじゃなくて、うん、聴導犬で耳の聞こえない方や介助犬、あの、まあ、足の不自由な方とか、うん、そういう方の介助をしてくれるワンちゃんと、うん、この盲導犬と3種類の、ワンコたちを、うん、育成している団体ですので、はい、はあ、いろいろ話してくださると思います。楽しみですね。はい、あっという間だったでしょ。あっという間でした。足りるかな、もう余っちゃうんじゃないかって言ってたけど全然足りないんですよね。また遊びに来てください。はい、あ、ぜひ、はい、よろしく。いいのの森にも遊びにいらしてください。なんて言ったって江東区だもの。そうですよね。江東区盛り上げていきましょう。はい、はい、はい、本日のハードバトンリレーのゲストは、はい、いいのの森独眼伝の広瀬さんと田上さんでした。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よくじゃあ、待ち合わせで待ってみよう。いや、緊張しまくり。お疲れ様でした。ありがとうございました。大丈夫かな。そうだよね、あんま取れない。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。